ニューマン・ハース・レーシングはアメリカ合衆国のレーシングチーム。本拠地はイリノイ州リンーンシャーン。俳優のポール・ニューマンと元レーシングドライバーのカール・ハースが1982年に設立し、1983年にマリオ・アンドレッティをドライバーとしてチャンプカーシリーズに参戦する。チャンプカーでは105戦に参加し、1984年にはマリオ・アンドレッティが 1991年にはマイケル・アンドレッティがタイトルを獲得した。1993年にはナイジェル・マンセルがルーキーとしてタイトル獲得。2002年にはクリスチアーノ・ダ・マッタが獲得している。2004年からセバスチャン・ボーデが4連覇を達成した。ナイジェル・マンセルのドライブするマシン。1993年 NHLR は チャンプカーシリーズで最も成功したチームといえる。チームは1983年の設立以来、8度のシリーズチャンピオンを獲得した。カート時代には1984年のマリオ・アンドレッティ、1991年のマイケル・アンドレッティ、1993年のナイジェル・マンセル、2002年のクリスチアーノ・ダマッタと4度のタイトル獲得、チャンプカー時代には、 セバスチャン・ボーデが2004年から4連覇を達成している。チームは数多くの有名ドライバーを有し、その中にはマリオ・アンドレッティ、マイケル・アンドレッティ、ナイジェル・マンセル、ポール・トレーシー、クリスチアーノ・ダマッタ、セバスチャン・ボーデ、ジャスティン・ウィルソン、グラハム・レイ・ホールなどが含まれる。2005年にチームは2台の車でジャンプカーシリーズに参戦した。ドライバーは ブルーのジュンケイラとセバスチャン・ボーデであったが、ジュンケイラは、インディ500でのクラッシュで負傷、オリオール・セルビアと交代した。セバスチャン・ボーデのドライブするマシン2006年には、ローラ B03 から00シ,ャシーにコスワースエンジン、ブリジストンタイヤで参戦する。ドライバーは前年と同じく、ブーデとジュンケイラであった。チームは2007年6月10日に、ポートランドで、 ジャンプカーシリーズでの100勝目を挙げる。ドライバーはセバスチャン・ボーデで2位以下に15秒以上の差をつけての優勝であった。ドーンボスはケンタッキーまで参戦。セルビアはミッドをイをモテギ、ロイドはホームステッドに参戦。ありがとうございます。